ラブレターズはアメリカ合衆国の劇作家 AR ガーニーが制作した朗読劇の儀曲。幼馴染の男女は1930年代から1980年代にかけ半世紀にわたって交わす往復書簡により綴られる恋物語で互いを意識しつつも別々の道へ進んだ二人がやがて再会し激しく惹かれ合う様を描く。1990年。 ピューリッツァー賞技曲部門最終候補作。初演は、1988年コネチカット州、ニューヘイブンのロングウォーフシアター。並んで座った二人の男女が、手にした台本を読み上げるだけのシンプルな舞台構成で、あるが、1989年に、ブロードウェイ、エディソンシアターに登場するや注目を浴びた。以後、イギリス、フランス、オーストラリア、デンマーク、オランダ。 アルゼンチン、ドイツ、日本など世界各地で上演されている。幼馴染みのアンディとメリッサ。二人は、思春期を迎えて、お互いを一番近い異性として意識し始める。しかし同時に、自分たちが友達以上の関係にはなれないことにも気づき、二人はそれぞれ全く別の道へと進んでいく。互いに別の人間と結婚した二人だったが、ふとしたきっかけで再会する。 作品の魅力に惹かれたプロデューサーの内藤美奈子と翻訳家、演出家の葵洋二が上演権を獲得し、葵の分け、演出により、東京、パルコ劇場にて1990年8月19日に役所工事と大竹忍の出演で初演、同月に劇処房より刊行された。以来、同じ台本を様々な年齢、個性のカップルが、 四半世紀以上にわたって演じ続け、朗読劇の金字塔を打ち立てた。当初の10年間は劇場スケジュールの隙間に上演中の演目の休演日などを利用して、舞台セットもそのままに上演されていたが、定着した2000年より本作のために劇場スケジュールが割かれるようになった。建て替えに伴う2016年からの劇場休館時には、 旧劇場閉館前の最後の演目として上演。また2020年の新劇場開館時に、ラブレターズ、コケラ落としスペシャルとして上演が予定され、合わせて、日本上演30周年、上演回数500回となる。作者、AR ガーニーの指定により稽古は1回のみで、まず演出の青井が作品を解釈する上で基礎となる、物語の時代背景や社会情勢などを読む。 5時間かけて丁寧に説明し、続いて本読みを1回のみ行う。基本的にこう読んでくださいという指示はなく、読みたいように読んでくださいと演者の感覚に委ねられている。第1回公演から第469回、公演まで26年間にわたって演出を手掛けた葵が2017年9月に死去した後は、同年12月の葵の追悼公演により、 藤田俊太郎が後を引き継ぎ、葵の残したノートを元に演出を手掛ける。葵は、生前最後まで、今のお客様にダイレクトに言葉を伝えるにはどうしたら、いいのかと翻訳の見直しを続けており、2019年の、黒柳徹子スペシャル、ラブレターズより葵が、最後に翻訳を手直しした、新訳版の台本にて上演されている。ありがとうございます。